キラキラ感があるね。これかわいいね。おお、いい色ですね。うん。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、Q店の方で久しぶりにお買い物したものが届いたので紹介するんですけど、皆さんユニクラブという韓国のメーカーのものをご存知でしょうか？新しいものを発見したいなと思って、たまたま目についてちょっと買ってみたんですけども、でね、先に言っとくんですけど、ユニクラブとはこういうとこでこういうものでって言って、こういうものが使われていてとかいう説明をするんですけども、韓国語でねサイト書いてあって、何にもわかんないんですよ。買った方の口コミが少し書いてあるものもあったので、まあそれを言いながら買ったものを紹介していくので、もしね、また新たな発見をしたいとか、あ、こういうのあるんだなっていうのを興味がある方は、最後までご覧になってほしいと思います。はい、そういったわけで、今回3点買ってみました。はい。ただね、先ほど言いましたけども、ほら、裏がね、韓国語なんですよ。ね、そりゃね、韓国のメーカーさんなって、からね、そりゃそうなんだけど、物によってはさ、日本語が書いてあったりっていうところもあるじゃん。だけど多分そういうところは日本にも出してたりするからなんだろうけど、これ多分まだ韓国でしか売ってないものかもしれないんですよ。Q店のサイトにはね、ちょっとだけ日本語が書いてある商品名のところとかね、あとユニクラブっていうのは日本語で書いてあったので変えたって感じなんですけども、今日はメイクしてますので、また装置で紹介していきたいと思います。で、まずこちらなんですけども、これはファンデーションですね。名前がね、日本語に略したからこうなったのかちょっとわかんないんですけど、クルラウドゥールレリキッドファンデーションって書いてあるんですよ。クルラウドゥレ、クルラウドゥルレって書いてあるのね。で、そのリキッドファンデーションらしいんですけど、まあ、こちらは色展開が4種類ぐらい確かあったんで、いろんな色のファンデーションは見つかると思うんですけど、はい、ちょっと出してみます。これ届いてからね、紹介するまでちょっと開けるのをやめようと思って今、なんですけど、やっぱほら、後ろ側がこんな感じで韓国語なんで、ただこういう感じのユニクラブのファンデーションですね。こう見た感じだと明るめっぽいんですよね。で、色的に私明るめのやつを買ったんでそうなんですけども、パッケージがなんかに似てませんで、バコスの。なんかに似てる、こういうね、ありますよね。出してみます。こんな感じ。ちょっとね、私いつもの癖でちょっと明るめを買うんですけど、今手に塗った瞬間すごい水分量が多い。うん。水分量が多いから全顔じゃないけど結構塗れるね。伸ばせる。香りがちょっとなんかいい匂いがするんだけど、別に化粧臭くないし、で、こう塗り込んでいくとカバー力が結構ある気がする。水分量は多いと言いながらも、このカバー力なので、夏とかね、汗かくときはどうだかちょっとね、今の時点わかんないんですけども、まあ、少量で伸びる点とかいいかなっていう感じですね。私的には。実際ね、今度使ったときどうだかなんですけども、まあそんな、ここに塗った感じはそんな印象を受けます。だから、まあカバー力悪くないし、これで持続とかね、こう、するかどうかは、実際使ってみないとわかんないとこなんですけど。でね、そこの口コミというか、実際使った人たちの声だと、とても使いやすく崩れにくい。カバー力も持ちも程よい。うん、って書いてあるので、まあ悪くない口コミかなとは思いますね。なので、ちょっと楽しみですね、使うのが。ね、これ一本でいけるのかとか、この上からパウダーは必要なのかとか、まあいろんな感じなんですけども、でもなんかパッケージもこうシンプルで、ね、いいし、どんな感じなんだろうかって感じですけども、まあこんな感じですね、はい。はい、そしてこちらですね。ラブリーアイスティックの01番っていうやつなんですけども、色はね、こう回すと出てきます。めっちゃね、こんな
ちょっと薄いかな。これは簡単に涙袋が作れるものです。で、今、これなんで薄いかって、涙袋もここを作るものだからだ。ちょっとやってみよう。はい、まずこうやって出します。このね、下にこう、こういう風にね、書くわけですね。ちょっとわかるかな？はい、こういう風にね、涙袋を作りたいところに。そしたら、こちらのね、もう一個ついてるんですけど、この、ラメっぽいんですけど、それを、ここの下に、塗るんですよ。こんな感じ。これかわいいね。私の年齢でもいけそう。ちょっともう一個、こっちの目にもやってみましょう。こう、涙袋を作りたいところに描きます。そしたら、こちらの方です。あ、かわいい。こんな感じです。あ、どうですか？あ、なかなかいいですね、これ。っていう使い方ができるものでございます。だけど、涙袋とは書かれてるけど、もしかしたらアイライナー代わりにこっちのさ、ちょっと薄いんだけど、かけたりとかもできそうだし、この涙袋のとこに、こう、ラメをつける部分も、こう、上にもさ、ラメとしてつけたりもできそうだよね。一応、涙袋とは書かれてますが、こんな感じで涙袋を作れるアイスティックというものです。で、口コミ的には、簡単に涙袋も作れるし、自然な涙袋が作れる。自然にぷっくりしてくれるっていうことです。はい、そんな感じですよね。実際やった感じ。これ若い子いいんじゃないですか。私ってぐらいの年齢でもとりあえずまだいけるかなって感じなので、若い方にこれは向いてるんじゃないかなと思いました。使った感じ。遊び心というか、ちょっと気分を変えたい時に使っていこうと思います。はい、そしてね、私3点しか買わなかったので、これ最後なんですけど、これはキスリップタトゥーというものです。これは一応口紅ではあるんですけども、02番ものです。はい、でね、こんな大きさなの。こんなちっちゃいんですけど、色がね、なんだろうね、これ。薄い赤。で、こんな感じになってまーす。おぉ。はい、こんな感じ。すごいね、なんか。今日つけてるやつに似てるから。いや、ちょっと明るいね。はい。こんなお色の、一応これなんだろうね。マットな仕上がりになるそうですね。ちなみに今日塗ってたものを、セザンヌです。落ちないけど、この上からちょっと行かせていただきます。わかんなかったらすいません。うん。おぉ。なんかに似てるんだけど、わかんないな。これはマットになってくれるそうなので、どんどん乾いてくるだろうね、うん。一度塗ったらね、長時間キープしてくれるそうなんですよ。塗った感じは、今んとこそこまでこう、乾いてないっていうか、うん。まだ平気かなって感じ。だけど、ちょっと塗ってますっていう色、口になるからっていう、それがちょっとっていう人もいるみたいです。でも、いい色ですね、これ。で、マットだけど乾燥しないっていう感じだそうで。この色でね、良かったかな？うん。って感じはしますね。この口紅も、こういうティントとか口紅も、他にもあるんですけど、ちょっと一個欲しかった方が、ちょっと売り切れだったので、こっちを選んだんですけど。一見チークとかにも使えそうな感じですよね、これ。どうでしょう、これ。今日のこれ、黄色っぽいから、こう、逆に映えますね。でもね、なんか今、つけて2、3分なんですけど、乾燥を感じない。確かに。乾いてくる、マットになるやつって、ちょっとなんか乾き始めて、唇がちょっと、んってなるじゃないですか。それがないね。確かに。重ね付けすると余計赤が足されるね。これも悪くないかも。いっぱい塗ってるんだけど、本当に乾燥しないのは分かった。重ねても大丈夫ってことも分かりました。で、一度塗ったら長時間キープをしてくれるってところは一日つけてないとちょっと分からないんですが、まあそういう声があるってことはそういうことだからきっとね。ちょっと期待大じゃないかなと思います。かわいいよね。こんな感じで3点買ってみました。はい、いかがだったでしょうか。ユニクラブさん
のメーカーさん、私初めて知って、今ちょっとスウォッチをね、できるところはしたんですけど、ちょっとファンデーションだけがね、今日塗れなかったんですが、あのね、私使ってみて、すごくね、いい印象を受けましたね。ファンデーションが、ね、乳液を塗ってるような、ああいうみずみずしさ。本当に長時間、それがキープされるのかとかがちょっと気になるかな。実際使ってみないとわからないけど、でもね、塗り心地としては本当にこう乳液を、こうスキンケアをしてるような感じで、ほんと少量でよく伸びてくれていいなっていう、どうなんだろうね、肌を綺麗に見せてくれそうな印象でしたが、実際どうでしょうって感じですね。で、私一番この中で涙袋を作れるやつ、実際今作ってますけども、わ、これすごいね、本当に。この色が良かったのか、他のもそうなんだか、他にもあんだかっていうのはちょっと、確かあったんですけど、なんか一番無難そうなのを選んだんですよ。なのでこの色になったんですけど、結果良かったのかなって感じはします。で、さっき言った、普通にアイライナーとしてとか、アイシャドウ代わりにも使えそうな感じでしたね。これ、最初買った時正直、これしかないのかって感じ。その、こういう形じゃなくて普通のリップスティックとして売ってた方が売り切れだったから、仕方なくこっちを選んだって感じなんだけど、良かったんじゃないかな。こう、マットな感じだけど、今触っても全然乾燥してないの。うん。これはまだ5分ぐらいだからこうなのか、それともこれからね、撮影終わって、あのね、夜までつけといてずっとこうなのかまだわかんないけど、いいよね。ただちょっとかさばるかもしれないよね、持ち歩きにはね、大きさ。シンプルなパッケージ、私が好きなシンプルなパッケージってとこはまず第一印象良くて。で、色もね、まあ悪くなかったっていう感じでしたね。だからこの3つは私には合っていたかもしれない。この中で何かが、使ったらまた違う印象がね、もちろん生まれると思うけども、使った感じはこんな感じでした。初めて見たブランドさんでちょっと目についたので買ったんですけど、まあ基本私は良かったっていう印象ですね。外れがない。今回はユニクラブさんのコスメを初めて買ってみたのでご紹介した動画になります。はい、もしね、今のスウォッチとかいろいろ口コミ少しなんですけど、それを聞いて気になった方は概要欄に貼ってあるところから飛んでみて、もしね、気に入ったら買ってみてほしいと思います。最後まで見てくださった方ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。こちらのチャンネルでは美容を中心としたチャンネルになっております。美容に興味がある方はぜひぜひこちらを登録をお願いします。そしてもう一つライフスタイルという Vlog とかラジオとかね、その美容以外のことをやっておりますので、よければ両方のチャンネル登録よろしくお願いします。下の概要欄にね、一つリンクが貼ってあります。そこを見ていただくと、こちらのね、チャンネル、キーチャンネルとキーちゃんライフスタイルのリンクも貼っておりますので、そこからチャンネル登録ができたり、インスタとかツイッターとか、私がやってる SNS を、が全部飛べるので、そこをチェックしてほしいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。今回ユニクラブというね、韓国のメーカーさんの店で買ってみたので紹介してみました。下の概要欄から飛べるようになっておりますので気になった方はね、ぜひぜひご覧ください。次の動画で会いましょう。バイバーイ。